です。大杉です。リュウジです。AJ ユナイテッド。ピンポイントロングパスチャレンジ。よっしゃーい。カッコ、どんどん狭くなります。僕ら、どんどん狭くなる企画やってるんですけども、今回はロングパス編ということで、あちらに四角いエリアでご用意しました。で、一番最初、多分ね、5メートル5メートルの正方形からスタートします。一人持ち玉5球で、あそこにダイレクトで落とさないといけないと。クリアしたら、次 4×4 の正方形。こう、だん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 狭くなっていって、最終的には1メートルの正方形の中に入れなければいけないというチャレンジになってますので、準備は OK でしょうか。今できたわ今できたわで、まあルール的にはですね、ここ今黄色いラインがあるんですけど、黄色いラインよりも手前からスタートで一回蹴り出してからパスする感じでやっていけたらなと思います。止まってるボール専門チャンネルらしからぬ行動を取ってしまいました。申し訳ございません。すいません。すいません。いいよ別に。いや、そんな謝んなよ。まだっす。目指すのはもう 1×1 のもうレベル5ですが、あれが頑張りましょう。よっしゃ、行こう。チャレンジスタート。でもミスしたらもう終わりっすね。辛くってどうします？じゃんけんで決めます？じゃんけん以外でいきますか？じゃあスパーリングでいきますか？いつも。いや、ちょっと待って、じゃんけんにしよう。お母さん、最初はグーじゃんけんほい。はい、こうでしょ。最初はグーじゃんけんほい。はい、最初はグーじゃんけんほい。3番2番1番4番やっていきますか。よっしゃ。大杉さんのチャレンジ、1球目お願いします。ピーッ。あ、うわ、しまいだ。短け。いいよ。おお、おお、ギリアウト。ギリアウト。やるとか緊張するなこれ。3球目の挑戦です。うわー、やべえ。そう、ゴールばっかり蹴ってるから感覚違うかもしれない。4球目。おーおお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 おラストのやつはクリアです、今ので。それでは続いて、ホントンさんのチャレンジになります。1球目行かせていただきます。2球目いきます。はい。3球目いきます。はい。お、来た。オッケー。あっ、いいよ。それでは続いて僕のチャレンジになります。低い低い。やっぱ練習必要だからさ。練習はやっぱ、まあ、5本あるからね。あ、5本あるから。3本目ミスは結構焦ってくる。ど真ん中。最高です。いや、だいぶ狭くなったんですよ。え、こんな感じで狭くなった。2巡目、4×4。 うわー、2球目。
切れ。おお、小杉さん攻めてくるよね。確かに。それではコントンさんのレベル2の挑戦になります。1球目シュートや。それでは2球目いきます。3球目はい、いきます。お、あー、手間だ。あー、手間だ。うまい。4球目クリアー。あー、危ねー。行きましょう。よし。お。お。あ。お、お、マークはちょうど当たったんだけど、これは入ったよね。いいんでしょう。はい。リュウジのチャレンジです。うまい。おお。クレーズ。初。安定してる。レベル3。3m×3m チャレンジしていきます。これはやばい。小杉さん1球目。このレベルになるともうもうそろそろダクダクしてくる。セーフ見そうでヒヤヒヤするんだけど、こっち姿が泣いてるもんな。姿が泣いてるもんな。2球目いきます。はい。うわー、やばい。ちょっとちょっと右側狙ってる。そうだね。3球目はい。右に狙ってあれだから、普通に蹴ってたらあっち行ってたかな。そうだね。4球目いきましょう。これ、いけるよ。うわっ、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 お予想外だけど、これクリアじゃない？クリアでしょう、これは。A さんのチャレンジ、1本目ここ。さあ、2本目いきます。うわー、うわー、距離はいいね。よし、3本目、はい、あー、で、ギリじゃない。アウト。うわー、アウト。いいアウトだね。いいアウト。4本目。おぉ、やばい、ラスト。やばいよ。おぉ、ちょっと緊張しいいな。緊張しいいな。あ、いいんじゃない。入った。クリア。プレッシャーに強い男。危ない。
ね、先輩に喜ばれるとこでしたよ。行きましょう。それではリュウシ、はい、1球目お願いします。はい、やばい。リュウジまだ3球しかゲットないからね、全部で。確かにそうだね。2球目の挑戦です。はい、いや、うまいうまいうまい。いや、うまいうまいうまい。クリア。いや、なんか余裕なんだ。余裕なんですよ。はい。あー、クリア。ということで、2メートル2メートルの正方形になりました。めっちゃ狭い。まだまだまだあと4機あるから。カード2本目。いや、借り出されてるね。めっちゃ濃いんで手深いの。今譲られたせいみたいに確かに言ってた。そういうとこ出るね。おい。じゃあ3本目。お、いいんじゃない。いいよ。お、ファイナルステージ行こうぜ。あ、いいんじゃない？いいんじゃない？いいよ。お、クリア。おお。はい、一球目の挑戦です。おい。おお。おお。クリアー。おおおお、マジかよ。逆にビューティーさ、今まで蹴ってないけどこれあるぞ。ちょっと緊張してくるよ、ここから。いや、もうラストですから。いや、うまい。すげえ、なんで。いや、うまい。すげえ、なんで。おお、クリアー。クリアー。え、これだけこんななんか、これは難しいよ。最後最後ポール当たってもダメです。あ、どうしよう。もう1メートル1メートルということで、ファイナルステージ。棒が重なってさ、いや、そうなんだよ。2本にしか見えないんだけど、距離感わかんない。風任せでちょっと決めたいと思います。風任せっていうさ、保険かけといたからさ、から最後さ、こう蹴った瞬間にってうなずいた。お願いします。お願いします。あ、はい、多分不審者でしょ。不審者って言わないんだよ。3本目。はい、4本目。はい、いいよ。おお。5本目いきまーす。はい、あ、来た。いいじゃん。いいよ。あ、来た。いいじゃん。いいよ。来た。はい、すいません。これ入ったと思った。俺も入ったと思った。ラストね、決めましょう。ちょっとお先に失礼しますよ。あ、オッケー。先にね。いいんじゃない？え？いいんじゃない？え？お。え？パンツ。昨日安城藩のゴールシーン見たから。イタリア戦。何これ。悔しがって、悔しがって。まさかね。ラストチャレンジ A さんに続きます。ファイナルだよこれが。 OK。 それでは1球目。いや、うまい。あー、うまい。さあ2球目いきましょう。はい、
やべえ。3球目。はい。4球目いきます。はい、来た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 、うわ来た来た、クリアーす。よっしゃことはできないけど、目いっぱいに膨れ上がる。